R. M. H. ラジオまめひこ。お聞きの放送はラジオまめひこです。はい、ラジオまめひこのお時間になりました。まめひこの石田です。フェンネルです。<laughs> どうしよう。さっきの、さっきのっていうか、うん、フェンネル話が面白いんだけどさ。うん 映画の話もした方がいいよねああそうね撮影終わったんでしょ終わりました東京ロケ東京ロケも終わりましたねんか話によれば北海道ロケの倍ぐらいの分量がありましたねあったそうですね撮っても撮っても撮り終えないうんでも始まったら終わるんですねって感じだねあのロケあれか多分あれだよね大まあ公園通り診療所まあ あとちょろちょろはね。あとちょろちょろ。診療所と結局どうなったんだっけ、うん。診療所は診療所をセット組んで。セット組んだの、うん。診療所のセットを組んで。うん、それでそのしんと。組んだセットの中で撮った。え、スタジオ借りたの。<laughs> そう。ええ<ー>。それも。それ相応のスタジオで。で、何、公平に作らせたの。うん。また公平に作ら、<ー>そうそう、公平作らした。うん まあ頑丈に作ってまあねまあ腕は確かだからねまあまあ腕は確かだから頑丈に作らせましたよセットはそんなに頑丈に作っちゃいけないんだけどまあまあ頑張ってまあでもまあえこんなこんなって感じだと思います診療所組んだんだそう組んだのえって経て診療所ってこういうどこなのはいはい でゲーテ診療所ってさ、うん、あのい、ー、いいののこネタバレとかいやネタバレもほどほどにね。芸手診療所ってさ、うん、あのー、なんかお金が払えなくてさ、うん、なんかこう追い出されちゃうみたいなさまあちょっとあのゲーテ先生のとその診療所がちょっとまあ金銭的な立場がちょっとまずいわけだよね、うん、当然ながら。いう話でしょ、うんうん だけどそのコ平が作ったセットが立派すぎてこんなことしてりゃ潰れるよっていうもっぱらの評判だ美打ちとかしないわけ美術打ち合わせだからそれも組んでみなきゃわかんないから美打ちっていうのは立てれるいけるんじゃないですかそこまでが美打ちだよそれは打ち合わせじゃなくてもオーダーだよいやいやだからけお前さこういうのやろうと思ってらいけそうって言って マジっすかまでが美打ち <laughs>、まああのあ<は>じゃあ無理か、うん、いやいけんじゃないですかまあ彼はできないとは言わないからねっていうところ合わせてそれで出来上がったらそしたらまあすごい立派にできて「うん、お立派じゃん」って言って「うん、いや頑張りました」って言ったんだけど立派すぎて <laughs> こんな診療所は。 こんで優雅にコーヒー先生はさ先生で毎日さ「いやー」ーっ,ってコーヒー飲んでんじゃん <laughs> ああそうだねそういうキャラだからねまあこれは潰れんじゃないだから結果的にその説得力のできるセットになったんじゃない、うん、いや説得力っていうか「先生しっかりしろよ」って映画になったいや,いやだから本当にあれそういう映画じゃんだってああまあね、うん こんなんじゃそりゃ潰れそうにもなるよって話じゃん。あまあね。あそうか。あじゃそれが多分ふさこさんがいるから何とか持ってたんだろうこれまで。あそういうことか。なんで今そういうなんかプロットが今この場で決まっていく。あそういうこと。あそういうことね。あそこそこふさこさんがいたからなんだ。いや浮かんでうまくやれり。うまくやれくりやりくりしてたんだ。あそうか。ね。それやっぱなんかふさこっていう人間があんまりこうしっかりしてる人間じゃないから。 個個人人的的ににねリアル房子がうんリアル房子と先生では先生の方がずっとしっかりしてるからそれはそうかもしれないね先生しっかりしてるその設定上のその逆さを忘れてたあそういうことねきっとそういうことなんだそうだそうだだから正しいでもすごいんだね公平だって診療俺は見てないから分かんないけどびっくりするような その綺麗やし、えっ大変だったんじゃない、小道具もいっぱいあるだろう。いや、大変だったみたいよ。見た俺、うん。うん、要は、セットの。立て込みの日も。うん、俺らは。その本体は、セットの立て込みに付き合わないで、別、公園通りで芯撮ってた。うんうん、ああ、そうか、そうか、そうか。だ、公園通りで撮影してる裏で。うん、公平は、セット組んでたからね。その。 美術監督みたいなものはいないなわけでしょういなか9時間ぐらいかかっても全然終わってないみたいで、うん、その初日の撮影は公園通りで朝から撮影を撮って我らが影山智明が<ー>ね重要な役をして、うん、あの影山智明を撮った後、うん、夜はその病院でね 本物の病院で撮影するっていうのがあってうん、うん、その合間にちょっと「あのどうだ明日朝一から撮れるか?」って言ったら、うん、何にもできてなかったからね「<laughs> <laughs> お前これ間に合うの?」っつったら「うん、無理っすね <laughs> <laughs> やってもやっても終わんないっす」っていう感じだったから、うん、えー、それでどうなったのしょうがないからもう撮りながら作ったよ作りながら撮ったっていうか。<laughs> 作ったところかからら <laughs>、うん、使うシーンそっちできたできましたよし回そう <laughs> っていう感じそれで最終的にすごいセットにでき上がったそうで撮れば撮るほどできてるから <laughs> <laughs> 中盤に差し掛かる頃にはすげえきちっとできてあんだこうなってんだなんつってあじゃあもうランスルーとかやってる時はずっとも金槌の音とかするわけだそうだね、うん、いやそそれでさそのまあ 俺と公平のちょっと認識が甘かったから。うん、ね、うん、あのー、2部屋作ったわけよ。あ診療所にそう診療所をもともと、うん、そこは大きな。このスタジオなんだけど、うん、その建物の中にあるスタジオだから、その建物の周りの壁とかはま生、あ、かして使うわけよ。 別にとかじゃないわでそこの中にセットを組んでるから2杯作ったわけねこっち側に A の部屋と B の部屋。で A の部屋と B の部屋はまあ俺台本上もつまり A の部屋が出来上がりもイメージつかないし B の部屋の出来上がりもイメージつかないから台本上でどっちが A か B かも決めてなかったから。決めようと思って でももうなんかほら A も B もできてねえからさ。<laughs> うん、で狭い方は B だったから、うん、もう先に B の方作っちゃって B の方やってやらせてる間に A の方やらせてたわけよ。うん、あーで B の方取ってるじゃん。うん、でで A と B を1枚の壁で敷きってたわけよ。えうん、えーうん、はいはいはい。言ってることが、うん、か,か,かる。 その壁を今一、うん、枚作り忘れて、うんうん、まあ作り忘れてっていうか、うん、まあ動かそうと思ったわけどね、要は動かす、うんつまり、うん、まあ今 A の部屋と B の部屋が二つあります、はい、でそれが板一枚でくっついてる、そう板一枚でくっついてます、うん、っていうことで、うん、こっち側が映る時だけ、うん、この壁を ひっくり返そういうことね。ねひっくり返そうと思ってたんだけど浩平がこれ動かせないって言い出したんだよ。かうにしとけっって言わなたいや動かせるようにしとけって言ったんだけど結構動かすのきついっすって。えって感じになってこの A と B を行ったり来たりするって計画は途中で無理になったんだよ。これ動かすとなると大騒ぎになっちゃうから。 もうこっちじゃあ一回もう B の方で壁組んじゃったらもう B ばっかり攻めようってことになって、うん、だって A A のの方方壁壁がないんででししょょベベニニヤヤだからどうしようかっつったら今度役者は役者で今回すげえ多かったのよねいやー役者多かったね今回ね <laughs> だから役者の都合で次もどうしても A って時が出てきたわけあーそ,れはそうだ、うん、そうするとみんなでさ えーなんつってその壁を動かしてで撮り終わったら今度役者のとこで「B」だって言ったら「え B」とかつって結局動かしてるのその結局だからその壁をきついっすって言ってたのにきついっすって言いながら動かしたりしてるうちに後平寝込んじゃったんだよ具合悪くてかわいそうにかわいそうにんか初日からなんとなく元気ないなとは思ってたんだけどいや結構まずいっすとか言ってなんか,なんか もうみんなすげえ。照明とか大抵ね。あの。音声ののろさんとかは。エアコン止めて。エアコン。まだ鳴ってる。って言うから。止めるじゃん。熱いのに。公平一人寒いっす。やばいやばい。やばいやばい。もう明らかにさ、もう超熱いのに。もうみんなで熱いな、しょうがないも。のろさんがもう切れてから。と思って。エアコン止めた。 って言ってるから、うん、もう店のロケなんかさ、うん、もう冷蔵庫も止めてんのよ。<あ>だってね、今のこのラジオ中だって冷蔵庫聞こえるぐらいだもんね。でしょ？うん、でもあんなダッて止めた！<laughs> ちょっと野呂さん大丈夫だ <laughs> あの冷静な顔して、うん、語気は強い。<laughs> 止めたまだ鳴ってる！足音！<laughs> <laughs> 言うの、野呂さんは、<や>お前と同じ帽子かぶって。まあ、まあはあ、そうね、うん、こういういるよね、こういう人ね。うん、まだやってるよ。<laughs> まあ、いいでしょ <laughs> <laughs> まあ、結構最後は諦め早いね。まあ、まあ、ねまあまあ、いいでしょう。つって本番、お仕上がり。おにいって言うんだよ。うん、その人が <laughs>。その人が。みんな、言うから、もうあ、あ。 つい暑いのに浩平一人でカタカタ震えて寒いっすって言ってるからもう途中で返したよ返した方がいいよなダメものすごい40度ぐらいの熱で出していやだろうねセットで頑張りすぎちゃうかわいそうにだからもうもうしょうがないから浩平いない時にもうみんな「はいえっ」っつったらまたねみんなでうんうんもうあの。 公平の亡きあとき後、うん、<laughs> はい AB、はい、お静かに <laughs> !AB お静かに <laughs> もうそれしか覚えてない俺らが東京の撮影って言ったらもう AB お静かにしか覚えてないあのさお静かにぐらいはさ、うん、せめて FD さんとかがいるもんだろまあねだってその FD とかをさ <laughs> い,ない,かいないからそ,うか、ね、その何 なんなら、日野ちゃんとかがやってんの。シーン五十八。<laughs> カット八、テイク、用意。パチン。<laughs> もう始まんねえよ。お静かー <laughs> 日野ちゃんがお静かになって、どうする。本当だよ。全然。<laughs> お静かにてそういうことじゃねえよ。もう、なんか、そんなんだから、うん、全然、なんていうの、撮影隊の。うん、その。手をなしてない。 ああまあまあそうね。こう何こういっぱいテープとか巻いてるやつがさ、パってパタパタいて、いやった。うんちょっとまあまあまあそういうもんじゃない。普通そういうじゃん。普通そういうもんじゃないですか。もうなんかはがったはちゃっかとかいうやついるじゃん。うんそうやるやるやる。いるでしょ。そうそうやまずまず FD さんですよ。FD がねそうやって。

おしゃれ！だもうのろさんだけだよもう。まあさんがもう息がいいんだね。まあノロさんはまあ割とね。うん。でものろさんとセットになったさ、もう。え何相方ないのか。相方がいるんだ。よ我々がカサマンっていう。ああもうね。もうあの。マメヒピクチャーでおなじみの。もう全然壁に隠れてないっていう。 見切れまくってもう今回ブームやってたんだよああそうかじゃあ本当に本当にコンビだコンビで僕はもうブーム振るからっつって「風間さんもう少し入って向き変えて!」とかって野呂さんの指示のあの人も真面目だからそのままこう風間さんグっとガンマイク突っ込むわけはいはいはいギリギリねそううん。うそ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 うう あ見切ったって言うわけじゃん。いやはいはい。笠間さん、はい見切った。お前が見切ってんだ。今の笠間さん、笠間さんがはい見切った。はい見切った。お前が言うな。い気がいいね。本当あの二人もうるさいよなんはいお静かにって言った。あお静かに。見切った見切った。いやそう笠間さん真面目だから。お前が見切ってんだ。ちゃんと現場の人間だから復唱するんだね。笠間さんって。 基本だからさまあ服装なんだけど <laughs> そこ副賞いらなくねっていう <laughs> 自分の見切りにね自分の、はい、自分のいけない自分のミステークを副賞してるからねマジで「<laughs> そこ音取れてないよ取れてない! <laughs> 影入った」影影入入っってるとかって「なんだよそれ」って。<laughs> それ、風間さん、会議入ってる、会議入ってるよ。<れ>入ってる、知ってるとか。それ音声部で解決していただきたい,い。本当そうよ。<laughs> すいませんって言えないんだよ。<laughs> はい、もう一回とか。お前の NG だろっていう。<laughs> 結構入ってるからね。あまあ、でも、今のは、その。つまり、笠間さんがブーム持つぐらい、今、本当に人がいないってことだね。うん まあまあいないとも言えるし笠間さんはまああれ好きなんだね、うん、ああそうかそうか,そうかあのー助監督って一、うん、第1回目の時はカチンコ打ってたんだけどそう助監だよね、うん、あの時はちょっと怪しかったけど <laughs> カチンコあそうなのまずだって打った後全然逃げられてないから打 <laughs> 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 ってまだ撃っってんだは <laughs> いはいはいはいっ,って逃げてんだけど <laughs> ヒロインの横に立ってる <laughs> お前は主役かっていう だからあんまり映ってるもんだから、うん、もうエキストラの人に「うん、あの人田口智郎さんですか?」って言われたことあるじゃあ風間さんさ俺それ見てたんだけど「はいそうです」って言ってサイン書いてることあったんだよねお茶目じゃん今お茶目って言えばお茶目だけどまああんなんだから風間さんえまあまあでもね <laughs> あのこのヒコピクチャーズには欠かせない、うん、まあね欠かせないっていううん まままあああかかしてももいいいいと思うんんだけど <laughs>、まあ、いなんかいるよねいつもまあでもやっぱブームはさ、うん、ちょっとなんかその辺の子に手伝ってもらうわけにもいかないじゃんやっぱりいかないけどね、うん、その笠間さんと佐々木さんっていうね、うん、あのジーズコーポレーションしかも言ってみればお二人ともまあ偉い人ですまあワンツーこれもうね本当にもう数々のエピソード <laughs> いやもうあの佐々木さんについてはこの間ねいっぱい話してくれたけどさいや んかね、まあの二人は本当にすご,いことすごい人たちだと思いますよ、うん、いやすごい人たちだけど今のニュアンスのすごいやっぱ違う意味のすごいに聞こえるねいやだって東京ロケでね <laughs> あ,あ東京ロケでもまたエピソードあります,あああります東京ロケで、ねうん、大井町で撮影ってたロケは大井町のあたりで<ー>あのロケ隊組んで、うん、もう車でね2台3台で現地入りですよ、はい、で俺はもう先にロケ班あるからバイクで行ってんだけどもう全然来ないの 当日やんいや当日にだからもう先にカメラ位置決めてないとあ,、ね、あれだからもうちょっと俺はもう先に入って、うん、こここうしてああしてって言ってんだけど全然来ないのよ。うん、で佐々木さんさもう途中で白番に捕まってんだ「うちょくし忘れました」<laughs> とかつって「<laughs> どこ曲がってんだよ」っていうもう途中で「プー!」「止まりなさい!」 ジーズコープレーションの佐々木さん泊まりなさいって言われてもう途中で捕まってるかもう全然到着しないとかマジでいやほんとそうなんだよマジでそんなことだらけおかしいねな相変わらず佐々木さんって面白いよね人がいいからさうんまあね、まあ、本当になもう数々の 俺が知らないところでも数々のみんなエピソードをがあるみたいだよ、うん、あ,あ,あ、そうなんだ佐々木さんといえばっていうあ,あっちこちで捕まったりして捕まりましたとかつって <laughs> だってさ、打ち上げの日もさ <laughs>、うん、まあ、佐々木さんと笠間さんいなかったわけよあ,あ、そうなんだで佐々木さんはさ、うん、中金切られると思って、うん、下で、公園通りの下でもう打ち上げ始まってんのに、うん、車の見張りね 意味ないじゃん何しに来のまず意意意味味味ななないいいじゃんのに全然ロケに参加してないジーズの人がポツンと座ってんだよ。でみんな一応最後さ「よく撮りました」っつってみんなそれぞれあう挨拶あるわけいやそうですよ。中にはさ感極まってもうねうんってなってもうみんなもう胸打たれてる。 っていう時に、あれ佐々木さんは？って話になって、いないじゃんって言ったら下でなんか見張ってますよ意味ないじゃんっつって、ね？佐々木さんを呼びに行って、でその後あれところで笠間さんはって言ったら、笠間さんも見ねえなっつって、下にいましたって言うから、佐々木さんが降りて、笠間さん上がってくる、あそういうシフトなわけね。シフトになって。人はいないといけないから。で笠間さんに。 何やってんのもう早く来てちゃんと挨拶してよって俺言ったの、うん、そしたら車駐金切られたら困るから <laughs> えー、佐々木さんの言うことは正しい <laughs> 何にも言ってないの佐々木さん何も大した皆さんご苦労様でしたって言ってるのに、うん、笠間さん来るなり、うん、ね,ね一言あるとすれば「うん佐々木さんが言ってることは正しい!」 戻っっちゃたのいやそれでねみんなにほら着ゃされてこのままジーズにいてもね今回ノロさんとほらワンツーでやってるからこのままブームマンになっちゃったらもうジーズなんか居場所ないんだからブームでやって音声さんやったらいいじゃんつったら笠間さん怒って「そんなことない俺居場所あるじゃん 照明部から声かかってるから <laughs> 関係ない。全然関係ない言ってることか。そういうことじゃないそういうこと言ってんじゃ人生居場所があるかって聞いてんのに、俺大丈夫です。照明部から声かかってるから。以上。そういうことじゃないつって下も撮って今回ブーム持ったから今度ラフ持つか、そういう話じゃないそういうこと言って <laughs> 全くもってね、あの二人はね、脳みそがあってもおかしいマジで。<laughs> はぁ、面白いね。 もう大変そうだったって話を聞くと思ってたんだけどいや大変だったよ大井町でね撮影してた時も、うん、その俺たちがね、うん、撮影しているポイントかもめ橋って橋があったんですよでそのかもめ橋でロケをするって言って、うん、俺もロケ隊誰よりも早く入ったらさ、うん、もうロケ隊到着してんだよお<う>あれで早いじゃん って、そしたらさうちはハイエースが3台ぐらいなのにああはいはいはいでかいロケバスが3台ぐらい来てんだよえうんだから佐々木さん決まったのかなと思ったら TBS が来てた本物来てたねで本物が来ててさうち1カメなのにさ本物7カメなんだよまあまあ向こうはね向こうだからキー局だからキー局、それでさあの 向こうはさ、うん、その橋の上からさ、うんうん、その橋の下までさ、うん、その原田美恵子は飛び降りるっていうシーン撮ってんだよ。もうすげえシーン撮ってる。 すげえシーンじゃんそれこそねいやそうなのよ海上警察みたいなのもさ下で船でさ何層もいてさその何ダイバーみたいなのもさいざっていう時用にスタンバイしてるのにさ俺たちさそうまあ本物に比べたらねえねなんだよってこうちょっと気遅れしまくりなわけじゃんまあそれはさすがにねでかもめ橋のロケ許可俺たちも取ってるから そうそうもう俺たちだってお前こっちはこっちの都合はこっちのお前あれだよお前そんなんで撮らせてやる出るとこ出るよお前って撮るじゃん俺でさ撮ってたんだこうやってで向こうはもうだからそんな原田美恵子が橋の上から飛び降りるわけだから本物かどうか知らないけどもうすごいんよピリピリしていやそうだよねうんねそれでさその対岸のさに公園があったんだ ううっそとした公園がで俺たち橋の上でそこそこ撮ったら今度公園で撮ろうと思ったら公園でまた TBS とバッティングしちゃっそっちも来たんだで撮ってるうちにさ「雨降ってきたんだよ」であっ」っつってでその公園で歩くっていうシーンを俺たちその公園のロケ許可は撮ってなかったあそうかまあカモメ橋近いから「そのまま黙っで撮っちゃえばいいんじゃない?」つって。 向こう側にさもう歩いてるのこっち側から撮るぐらいならいいだろってカメラ入んないしっったらさジーズがさ「そんな時に限ってさトランシーバー持ってきてね」っつうからさ「向こうに連絡取れねえんだよいスタート」って言ってもしょうがないからさ「よいスタート」って俺言うじゃん「よしゃだーとかって笠間さんが言ったりするじゃん したら TBS 怒っちゃってる確かにそりゃそうだよ向こうは許可も取ってるうはさこっち側の許可も取ってるわけじゃんそれでさこっちも「用意した」って言ってあっちも多分「用意した」って「用意した」って言った瞬間こっちへかすます用意した」だって言うからさ多分もう向こうの役者もどっちの「Q」ってか分かんなくなっちゃったこっちさとかって言ったらもう向こうの TBS のさ人たちにさ ロケ許可取ったのかお前らっつってで「取ってません」とかっつって「誰だそんなじゃん」とかつって言ってるうちに雨は降ってきちゃうしさもう大変だったのあの C は。で怒られちゃれでその公園の管理事務所みたいな人もさ来てさ「誰だそんな許可取らないでだとかじゃて返しとかつって。 でこっちはもう雨だし撮ろうと思っても撮れないしさでこっち側はもうさもう原田美子はさ飛び降りてるしさで笠原さん「よっってでまたさ外のロケになるとさねあそこまた羽田に近いから飛行機とかがあるのよああそうだね野呂さんはい飛行機飛んでる飛んでる お静かに。<laughs> まだ飛んでる。<laughs> まだいる。ま来た, <laughs> 来,た来た。おかわり。おかわりじゃ。おかわりきた。まだ飛んでる。は <laughs> い、車。<laughs> 船。<laughs> もうのるさん、なんか取り付けられた。イタコみたいになっ。<laughs> なんかいる <laughs> <laughs> 最後もなんかいるよ <laughs> お静かに」って言うけどもううるさいのノルさんだよな一番なんだろう真面目に音声の仕事をしてるのになそ<う>なんでそんなにおかしいのいやなんかね何とも言えない真面目なんだよ目だよね。そう、うん、ちょっと音声としての両分をそうね<え>で多分ノル、まあ、さんかわいそうだったのはうん 今回撮影部は途中から2カメになったんだよカメラ隊ねカメラ隊だから多い時って5人ぐらいいたんで撮影部 A カメ B カメそのアシスタントもう1人ぐらいで野呂さんはぜか風間さんと2人だから音声部で「俺大丈夫ですか?」って聞いたの「大丈夫じゃないです」ねこの3人4人のシーンで本当はそうですね ガンマイクも2本 2>、うん、なんなら3本振りたいよ、ねうん、でそれも416っていうマイクじゃなくて816っていう長いので振りたい、うん、だけどもう足りないから、うん、まあ確保しかっこ仕方なしに笠間さん使ってるとは言ってないけど <laughs> そういう感じだから、うんうん、まあ絹ずれは仕方ないですねあ、気ぬずれねその笠間さんがそのブームを持っている手での音が入っちゃう。 いやもうそんなダメだよそんな反動そのノイズなんて入ったらあさあ絹ずれか絹ずれはいあの服のねはいはいはいでまたあのチビチビタクンっていうチビチビをタックンマイク触らないでえっとそうかそうかチビこの辺かゆいからさワイヤレスねワイヤレスワイヤレスねみんなワイヤレスやってるわけかでそれがここもう「あダメ!」とかっって。

一本の映画になるぐらい、まあ、大変だよね。だから、俺はほら、自分で編集してるから。音声の。なんていうの、良し悪しっていうのは、音声の方が、映像の編集より、もう、倍かかるからね。時間、三倍も四倍も、前回は特にそうだ。でも、まあ。野呂さん。ね、なのに。なんか、音声待ちっていうのって、やっぱり、わ。悪そうなんだね。音声待ち。だから、撮影も。 もう早く取っちゃおう,もうこのままじゃ火くれるよって言ってる時に、うん、飛行機ってのを言うことさでも言うこと言わないと「ええ、うんね、やそれで」ってなっちゃうから、うん、言わなきゃっていう多分「お、うん、しゃれい!」って多分これためがある、ね、<laughs> あそこになんかちゅうちがあるのかな躊躇っていうか、うん、だからこれは言っては「KY だ」と分かっている、うんうん、でも「ノロ、うん、言わなくていいのか」「言わないと」 結果的に編集の時にその,の,のクオリティーかって言っちゃうんだと思うやっぱりそのだからなんかその自分のこの自問自答が聞こえるのよねんあなるほどそれも編集してても分かるのかさ俺は編集してるから、うん、それその場であい「大丈夫っすよ大丈夫っすよ」なんて言われてその場の撮影ではさ、うん、え いい顔してて後でなんだあいつ全然撮れてなかったじゃん」っていう逆に音入りまくってるじゃんとかそうお前なんだよこれ全然どこがオッケーなんだよっていう目に合ってるからなるべく厳しくやってくださいって全然言ってくださいねって俺言ったんよね始まる前にでもいざ始まるとさこっちだって早く撮り終えたいし次のシーン行きたいのにもう「え今の大丈夫でしょ」って「いやいや飛行機が気ぃす!」っ 言うからさ、もうそれがわかるわけよ。もう呪ろさんの名ならハギシルの音が聞こえるでその辺の自問自答がわかるから、呪ろいいのか。それが呪ろクオリティか。でもお静かでって言ってんだと思う。いやでもまあ正しい葛藤だよね。いや本当そう。だからそれはなんかすごく。 信用できるっていうから、ね、逆にこれからポスプロだからそ<う>そうちょっと楽しみでねそのお静かにクオリティーがお,お静かにしてこれかよっていうね <laughs>、まあ、うかもしれないけどか,か,からないけどいやさすがやっぱりお静かにって言ってくれてありがとうっていうねっていうふうになるかもしれないねそう<ー>真っ暗闇のそのポスプロしてる俺の部屋で一人ノ呂さんへの感謝を <laughs>、ねね、つぶやいてるかもしれないねアーメン <laughs>